小浜でも、小浜だ、小浜で、ここを左、こっちでいいんだよ。みたいなところだ。結構隣の出島の先まで今先端まで行くんだけど、意外とあのそんなに近くなくて隣なんだけど、海が見えてる。いい感じの海。あ、そうそうそう、この辺がね見たかったんだよね、こういうとこが。あ、ここ隣の出島みたいな、一番結局ね、ここが一番いいとこだったっつうか、でっけえのレールジン。なんか、この辺ホテル街なんだよね、ほんで。ホテル街で、あ、すごいすごい。これこれ。ホテル街で、あ、ワンワンパラダイスだ。ワンワンパラダイス。ワンコいないかな。綺麗そうな。ちょっと駐車場になっちゃった。ワンパク感ってのもある。ワンパク感なんてもある。ここが隣の島の先端の方まで向かってるところなんですね。この海が結構ねいいとこなんだよ、ここ。なんかこれでね、イルカ島って結構乗り場からすごいはるばる船に乗って行ったっていう感覚なんだけど、実は近いところに遠くから自分のいるところの近くまで船で来てたっていうことだったんだよね。一番いいところだったっぽいね、なんか。とか、隣の出島が良かった。こっちがね、こっちが、だからワンパラのあたりが結構一番いいところだなって感じで。自分の働いてるとこも結構ね、眺めはいいんだよ。あるので、結構いいんだけど。もしかしたらこっちはもっとすごいかもしれない。あ、すごいね。菅島だっけ?と、何島だかわかんないけど。めっちゃいいね、眺めがいいとこだ。言葉グランドホテル。ただこのちょっと先に、ここね、ここ一番来なかったね。なんか気がつかずに、なんか昨日すごい遠くまで行っちゃったけど、いや、とりあえずちょっとこの先まで行ってみましょう。おお、なんかめっちゃいいとこだな。ちょっと待って、これここめっちゃいいとこじゃん。船も見えるし、いやー、ここ、まあ、最初からここ来てたら多分感動してないかもしれないけど、いつもいるところと比べてすごい、なんか、あ、上島も見えるし、結局すごいね、ここ。なんか、あー、船でね来たとこだよね。例えばグランドホテルに泊まったら結構良かったね。で、自分が行ってるとこが結構いいんだよ、めっちゃね。太平洋感がすごい。なんかね、島とか逆にこういう見えない、あんまり見えるんだけどね、ちっちゃいね、飛び島とかめっちゃ見えるんだけど、あ、ここすごいな。フロントガラスから見えるとこが違うね。あー、ここめっちゃいいね、めっちゃいいとこだったよ。あー、でね、ここからどこ曲がるんだろうな。なんかね、あ、駐車禁止なんだ。
漁協で駐車禁止で。うわいいよ、ここ歩いてきてもいいね。ちょっとどっかで漁協でね駐車禁止。小浜、小浜、あ後ろから車来てる、ちょっと追い越してもらおう。ちょっと見つめたってもちょっとよくわかんないんだよね。あ、ここちょっと角、あ、こっちにいるから、なんかねルールがよくわかんない。電気ここかな、ここでもなんとか駐車場って書いてないもんね。あ、これっぽいな、行ってみようか。ここちょっと何も書いてない。え、勝手にまだ覚えるかな、なんだろう。わかんないな。イルカ島どこだろうな、分かんないな。止めてたら怒られちゃうから。気がついたら車がなんか進んでたわ。止まって、もう起こせばいいな。
ち水先端、さっきのね、ユラの、あの先端の、なんだっけ、ユカイってとこか。先端のところよりもさらに先だね、ユカド。先端の先が、イルカ島の手前のところの先端だから、あんまり、イルカちゃんのイルカ池とか見れるかなとか思ったけど、そこまで見れないね。でも関係者は釣り利用者以外駐車禁止なんだ。やばいね。なんだろうね、これ止められる的なこと書いてあったんだけど、こうね、入っちゃってもね、そうね、ちょっと止まらない。関係者以外はダメなんだよね。通過するだけだね。駐車は禁止、通過するだけ。残念。でもあんまり別に、そう、イルカ島をね、見れるかなと思ってきたんだけど、どっちみち、あ、どっかの船が、漁協の人しかね、ダメなんだ。あと、ここは工事用車両か。ここでなんか工事。この超観光地なのにね、漁協と工事関係者以外認められないっていう。漁協駐車禁止。天井いいのかな。なんか線が張ってるとかって、でも月決めとか何も書いてないんだよ。これやばいよね。ここはさすがにやばいから。線が引いてあるとこはいいんだけど、白っぽくなってるところ、そこリフトだ。
来る感じでぐるーっと回って、ここだ、この目の前通ってるってことかな。3つあるの、三つ島、そこに。どこだ、ちょっと指が、あれと、あれと、あれ、三つ島。で、その向こう側、向こう側が、あれが坂出島。で、こっち菅島、多分。で、こっちが答志島。でここがイルカ島、こっちが多分浮島とかだよね、多分。覚えたぞ、もう。これ答志島で、この裏側、ちょっとさっき見えたり見えなかったりして、この辺にあるのが上島と菅島くん、なんか雰囲気似てる。この形っていうかさ、ちょっととんがってて、ちょっと茶色っぽくなってて、船がね、あんま通らない。でっかい船とか、なんか、違うのが通るんだけど、もう3時半ぐらいだから、もう終わってるかな。今3時15分で、3時半発の、鳥羽マリンターミナル発の、この間の、イルカ島巡りの船がね、来ますね、これから。三つ島のところを通って、目の前通っていくかな。でっかい白い船がね、大海原にね、行くんだけど、あれは多分、イラコでよかったかな、名古屋の、あっちの方まで行ってるフェリーだね、でっかいね、あれ車も行けるやつだからね、帰りそれで行こうかなと思ってんだよね。交通費、ガソリンとか高速料金とか距離を考えると、同じぐらい、料金的には同じで、時間は1時間ぐらい早くなる。だったらフェリー乗っちゃった方がいいね。楽しいし。楽だし。で、クルーザーが今ね、そこに止まりましたね。なんかこの辺船がいっぱい止まってから船持ってて、この辺が船が交通手段になってんだよね、多分ね。で、まあ漁師もいっぱいいると思うんだよね。だからこの辺に暮らして、船買ってとか結構楽しいかもね、そういう生活するのもね。ただいろいろその漁協だなんだとかいろいろめんどくさそうだけど。あんまりでも、どうだろう、クルーザーって別に漁するわけじゃないの。でもあのくらいのサイズでも漁してるの見たことあるしな。36分だけど一向に来ないと思ったら、三島の向こう側から最初来るのかな。なんかね、いきなりかっ飛ばしてる船がいるんだけど、でもあれ違うよな。でも時間的にね、もうね、45分までにイルカ島に着いてるはずなんだね。だから10分ぐらいでもイルカ島のから出る便に、出る便があるから、それで、もう通るはずなんだけど。あれかな？最終便はイルカ島に降りられない。だけど、あれじゃないよな。でも、やけにかっ飛ばしてるのがいるなと思って。あのぐらいのスピードで行かないと間に合わないもんね、だって。おかしいよね、来ないのかな、これっぽいな。今日ね、波浪警報が出てたんだよね。だから、もしかしたら。でね、ここがね、最低気温がね、マイナス1度の予報が出たんだよね。で、最高気温6度。でね、普段だったら最高気温16度で、最低気温が6度とか、そんな感じなんだよね。それが最高気温が6度で、最低気温マイナス1度って出ちゃったから、とか思って。でね、延山見たらね、最低気温がマイナス10度、最高気温がマイナス2度とかね、そういう感じ。最高気温がマイナス1とかマイナス2度。とか思ってね、全然違うなぁと思って。あれかな、もしかして。あれっぽいな、なんとかマーメイド。で、マーメイドってもっとでかいような気がした。
あんなちっちゃくないよね。最終日はでもちっちゃいので行くのかな。じゃないとね、間に合わないんだよね。あれでぐるっと回っていく。でも早いね。あんぐらい早いんだね。かっ飛ばしてんね。最終日はあれ、ああいう感じなのかな。あれかもしんないな。だって一向に来ないんだもんね。30分発で45分にやっといてるはずなのにさ。こうやって巻いていくんだよね。ぐるっと巻いて。で、帰りは三島の手前を通って帰るかな。あれかな。やけに飛ばしてるな。乗客がギリギリまで待って、乗客がいないと分かったら小さい船で行って、それで従業員とかが乗って帰るパターンなのかな。どうなんだろうね、従業員さんどうやって。でも意外と違う便でもっとこっちの別の島にね、近道で帰ってるのかなとか思ったけど、まあそこまでそこまで考える必要ないんだけど、ついね考えちゃうんだ。こんな、近い島があるのにわざわざあんな遠くに帰るのかなとかね。遠いもんね。この手前の島からだったらかなり近いもんね。ちょすぐ目と鼻の先だから。クルーザーかなんかやって持ってればね、すぐだよね。あえてぐるっと回って遠回りしていくんじゃね。海のその荒れた海ね、危険性もあるわけだし。まあそれにしてもああいう公共の便を使った方のが、まあ便利なのかもしんないけど、それにしても相手にかっ飛ばして、小型のやつでかっ飛ばしてね、行けば楽なんだろうね、ああいう観光船と違って。3時42分なんだけどね、一向に来ない。多分ね、さっきのが多分そうだね、あれがそうなんだ。帰りもね、帰り一応だからコース通りの帰、コース通りに来るのかなって。三島の向こうから来たけど、帰りはどうなんだろう。三島の手前から帰るのかな。帰りどっちがね、どっちだか忘れちゃったんだけどね。行きとね、帰りがね、別のちょっとね違うルートから行ったんだよね。45分発でまたね、見えてね、さっきのかっ飛ばしのクルーザーがね、通るかどうかだよね。ね、50分ぐらいになるけどね、来ませんでしたね、船は。この散歩だ、イエーイ、ワンちゃん、散歩だ。お客さんが、ね、いないから、いや、乗らなかった、発車しなかったんだ多分ね。でっかい船が来た。今ここドアマルシェント。